こちらは福島県いわき市にあるゆうゆうファームさんです。ゆうゆうファームさんでは南国が原産のフェイジョアというフルーツを栽培しています。フェイジョアは現在は主にニュージーランドで生産されており、日本ではまだ珍しく、大規模な農場として栽培を始めたのはこちらのゆうゆうファームさんが初めてになります。6月に花を咲かせたこのフェイジョアは10月の下旬から11月いっぱいにかけて現在収穫の時期を迎えています。この日関東からボランティアの方が何名かお手伝いに来ていました。ポンポンって叩いてポチッと落ちるといいんだけど、これ落ちないです。まだだよって叩いてもね、トントンしても落ちてこないのと、ちょっとトンしただけでもすぐポンと落ちてくる。ほらギリギリ間に合ったか。で、落ちなかったらまだってことで、この辺とかトントンってそんな感じなんです。こういう調子にするとポトンと手に落ちるはずなんですね。それが収穫時期なんです。これいきそう。取れなければ明日来てまたやる。本当です。落ちた。これやる。やった。すごい丸いよ。これはね、デンスチョイスっていうの。え？デンスチョイス。デンスチョイス。珍しいですよ。ここでね。すごい綺麗な大きい。1本、2本しか残ってないですね。そこにみんな折れちゃって。今年収穫量っていうのはどんな感じだったんですか？まだやってるけど、だいたい去年よりも結構多いですね。キロと個数的に、個数が多いのかな。だからキロ制に少ないのはやっぱり中玉のうちに落下しちゃったから、やっぱり寒さが急激に来てるっていうあれで、木の方が振るっちゃってるよね。だから本来もっと大玉になるはずのものが、その前にもう自分は時期だと思って落としてるっていうんで、中玉は多いです。今年ちょっと寒いですか？寒いですよ。全般的に今、昨日今日も暖かいし、10月のまでは非常に暖かかったけど、イチジクでもそうでしたけど、9月の第1週までは天気ものすごい良かったんですよ。で、9月の第2週から雨が続いて、イチジクがみんな出荷ストップになっちゃったんですね。それぐらい雨が多くて、イチジクってのは雨降るともう全然ダメなんで。で、その終わった後、今度10月に入って気温がぐーっと上がって、中旬から一気に温度が下がったという、この温度変化で木の方が対応できなかったという、本来は全体にもっとキロ数も上がるはずなんですね、量が増えてんだけど、それがだから中玉のうちにもう振るっちゃってるから、どうしても数は多かったけど量的っていうか重量的に少なかった。フェイジョアは熟すと独特の甘く芳醇な香りがします。酸味と甘みが交わったとても爽やかなフルーツです。生で食べられるのはこの収穫の時期だけで、あとはジャムやお菓子などの加工品になります。現在はいわき市の特産品としても販売されていますので、機会があればぜひ食べてみてください。